ナさん、ポコニャチは。ポコニャチはじゃないぜ。どうしたのマリサ。なんでお前だけソロで登場してるんだよ。ちょっと今回面白そうなハイフワールドを見つけたから、私がそこを案内してあげようって思ったのよ。霊夢、そういうのは事前に教えてもらわないと。ネチネチうるさいわね。細かいこと気にする男はモテないわよ。マリサ、今回は霊夢に任せよう。モテないってワードにビビりすぎだろ。じゃあ、そろそろこのハイフワールドの紹介に入ってもいいかしら。もう好きにしてくれよ。このワールドは、みんな大好きパックマンのハイフワールドなのよ。パックマンのハイフワールド？霊夢、一体どういう意味だ？パックマンの世界を再現した地形なのかな？そのあたりは見てみてからのお楽しみってことで、もったいぶるんだな。て顔が近い近い。まさか霊夢の顔がパックマン並みにでかくなるとかいうオチなのか？あ、今のはただの操作ミスよ。紛らわしいことすんなし。ちなみに、全部英語で書いてあるけど、霊夢これ全部読めてるの？こういうのはフィーリングよ。どやパパ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 ックマンやー。サイレントがすげー。ほ本当に入れたー。なんで紹介してる本人もびっくりしてるんだよ。本番でびっくりするために内容はあえて見てなかったのよ。ちょっと周りもいろいろ見てみようよ。へいへい。ほんと、世の中には天才がいるもんだな。正面からの絵は100点満点だったもんね。驚くのはまだ早いわよポコニャン。え、なになに？あの正面の絵にはある秘密が隠されてるのよ。ある秘密ってなんだ？まあ、今は台の周りをじっくり眺めましょ。気になるな。あれ、後ろ側は何もないみたいだね。ほんとだな。きっと、正面の仕掛けに全力を注いだのね。だからそれを早く教えろって。せっかちマリちゃんね。いや、視聴者さんも待ってるから。あ、でもどうせなら上側も見てみたいよ。敵がもう一人いたぜ。まあ、せっかくの機会だからくまなく見ていかないと。あ、でも何にもなかったね。ほら見ろ、時間の無駄だったじゃねえか。マリサ、人生に無駄な時間なんてないのよ。すべての物事は経験として僕らの中に吸収されるのさ。お前ら一体何の話をしてるんだよ。あれ、このでかいのはもしかして操作レバーかな。あれを動かすとパックマンが動くのか。そんなバカな話あるわけないだろ。もう、マリサには夢がないのね。いつまでも少年の心を忘れちゃダメだよ。私は少年じゃなくて少女な。じゃあ、冗談はこの辺にしてパックマンで遊んでみるわね。いやいや霊夢、確かにリアルな作りだけど動くわけないでしょ。ここまで動いたー。え、なんだこれどうなってるんだ。開いた口が塞がらないよ。ふ、これがこの台の秘密よ。これ今霊夢が操作してるんだよな。私が操作してるわよ。もはや何がどうなってるのか意味不明だよ。まあ、ここはこういうハイフワールドなんだから。細かいことは気にせずに、楽しんだもん勝ちよ。ドレイム、次死んだら私にもやらせてくれよ。その次は僕だよ。パックマンって動きがシンプルな分、意外と熱くなるわね。あ、画面上側にちゃんとスコアも出てるんだね。ちょうどお前の字幕が邪魔だな。マリサの字幕だって思いっきりプレイ画面に被ってるじゃないか。さすからあんたたち二人とも邪魔よ。すみませんでした。ちょっと静かに眺めていようか。へいへい。あの大きい弾を取ると反撃モードになるんだな。一定時間無敵になるのよ。マリオでいうスター状態だね。ちなみに、さっきからレバーもちゃんと動いてるぜ。作り込み方が半端ないね。じゃあ、なろう。さっきから後ろ向きままやがってー。お前らなんかこうしてやるよ。攻撃力嫌がった。え、これって本当にマイクラだよね。あ、私完全にマイクラだってこと忘れてたわ。完全に入り込んでたもんな。これ、下手したら一日中やってられるわね。シンプルなゲームほどハマったら抜け出せないよな。というわけで、今回はパックマンのハイフワールドの紹介でした。いやー、世の中にはまだまだ知らないハイフワールドがいっぱいあるね。一応、今まで遊んできたハイフワールドの動画のリンクを動画概要欄に貼っておくぜ。僕的にはハリーポッターがおすすめです。私は断然千と千尋の神隠しよ。いやいややっぱりハウルの動く城だろ。お暇な時にご覧ください。それじゃあ、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。
なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。